メイクチャンネル。今回は、はい、まあ、もうちょっと前かな、うん、九段の騒動があったじゃないですか。九段の騒動とは往来線の、はい、推薦枠に選ばれた人がエコひいきされてるんじゃないか。この間のその往来線の推薦枠っていうのは、うん、誰が推薦とは書いてないけど、まあ、推薦枠。おー、なるほど。そうで、じゃあ誰が推薦したのかって言ったら審査員の人たちだよね、うん、はいはいはい、で審査員の人たちが、みんなで話し合って、じゃあこの人にしましょうっつって、推薦された人がいるんだけ ど、 なるほど、その人に対してエコひいきじゃないかっていうふうに、ん騒いでる方たちがいて、なるほど、でじゃあエコひいきって悪いことなの、うん、っていうことをちょっとルミさんに聞いてみたいなと思って、うん、なるほど、エコひいきとは、はい、特に一方に心を傾けフェアでないこと、はい、また好きな方にだけ心を寄せ肩入れすること。なるほど。エコひいきとひいきっていう言葉があるじゃないですか、はい、でエコっていうのは本来は頼る意味であって、我が国では不公平の意味にもなる、アンフェアですね、はい、で、ひいきは、元ひきと読み、盛んに力を用いて努力すること、転じて特に目をかけて引き立てることですね。ひいきとエコひいきっていうのを、まあ、混同してる人が世の中多いんじゃないかと、はい、ひいきっていうのはエコひいきを略した言葉じゃないかとかって言われるんだけど、もともとは意味が違いますよっていう、よくこうあの店ひいきにしてるとか、今後ともごひいきにとか ね、 とかね、だからその、自分が気に入っている人物とかお店とかに特別に力を入れて応援したり便宜を図ること。あそこのチーズケーキが美味しいの、うん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 、もうチーズケーキあそこでしか買わない、まあ自分が応援したりとか、まあ、私がひいきにしてるお店があるんだよねとかっていうふうに、バロかわいい、まあそれはエコひいきかな分かんないけど、でひいきやろ、エコひいきっていうのはひいきだけでは自分のお気に入りに力添えしたり応援したりすることですが、エコひいきになるとフェアではなく優遇したり特別に味方する意味になると、つまり他の人より実績を上げてないのに何々さんだけひいきされてるよねっていう風に周りにこう不公平感をもたらすことをエコひいきって言うと、はい、で、はい、じゃあエコひいきってダメなことなんですか？っていう問題を考えるのであれば、うん、まあ、番組の性質とかも考える必要があるよね。うん、日本プロ麻雀連盟が作っている麻雀番組に出る出演者を選ぶのはやっぱりスポンサーさんなわけじゃない？でスポンサーが欲しいのは数字を取れる人ってことだよね。みんなに見てもらいたいから、まあ、みんなに面白いと思ってもらいたいから、ね、面白いと思ってもらえる麻雀を打つ人か、まあ、あの出てるだけで絵が持つような美男美女なのか、まあ、もしくは何だろうな、とてもキャラが立っているプロレスラーみたいな人とか、うん、まあ、何だろうな、内容自体は普通だけど弁が立つ、まあ、芸人さんみたいな感じなのかとか、いろんなこうキャラクターの魅力があるわけじゃない、うん、でそれって商品価値ってことだよね、うん、で商品価値が高い人を番組に出すっていうのはすごく当然のことかなでそれをエコひいきと言うのか否かっていう話だよね。うん、そうね、確かに。どう思う、皆さんどう思いますか？私100万円出す、100万円出すから麻雀番組作ってよ。で、可愛い子がいいからマリコとマリコと、で、アキラちゃんが好きだからアキラちゃんと買おうたんかなって言ったらエコひいきになるのかな、だって私がお金出してるんだよみたいな話。そうだよな、ひいきされてる人より自分の方が上だって思ってるからっていう、ね、俺の方が優れてる、俺の方が商品価値が高いはずだ、俺を番組に出せ、うん、って思ってるのに、そうじゃない人が、なんであいつが選ばれたんだ、俺よりも麻雀が弱いのに、うん、だからエコひいきされてるって思うってことがエコひいきで、あ、そうだね、不公平だって思うのがエコひいきじゃないかっていうってことだよね。そもそもね、審査がね、うん、総合点なんですよ、はい、その麻雀は何点、うん、はい、所作は何点、はい、まあ、麻雀に入るのかな、その競技中の、うん、進行の例えばスムーズさとか、発声とかね、あ、まあそうだね、まあ、点数申告とか、うん、っていうのと、ジャンル
ジャン力っていうか、その麻雀の内容っていうのはまた多分別物、いろんな部門の、得点から総合して多分何点、合計何点みたいな感じで出してると思う。その合計点が高い人が推薦に選ばれてるのか、そもそもその合計点がこっちの人の方が上かもしれないけれども、連盟的にはこっちの人を出した方が、いいよねって思う人を出してるのかもそもそもわからない。まあ我々は審査員じゃないからね。そうなんです、うん、審査員じゃないんだけれども、そういうなんか全ての総合点から、選んでるとは思ってるの、さすがに審査員って言ってるくらいだから、うん、で、じゃあ全く同じ点数の人がいましたと、総合点48点こっちも48点どっちか選ばなきゃいけない、どうしてもみたいな話になった時にね、 A さんと B さん全く一緒だけど、じゃあ今回は A さんってなったのかもしれないし、A さんの方が可愛いからじゃあ A さんってなったのかもしれないし、それは分からんと。分からん、うん、けどじゃあその A さんを選ばれたことによってそれをひいきとかエコひいきって感じるのかどうかみたいな、それをひいきエコひいきと言うのかどうかみたいな、じゃあ A さんの方が、だから総合得点は一緒だけど A さんの方がもうすでに名前が売れているとかね、まあ、A さんを出した方が数字が取れると思ったら、それはまあプロデューサーというかね、うん、あの番組制作サイドとしては A さんを出すべきだと思ったら A さんを出すだろうし、それはひいきなんです。いや、ひいきというかエコひいき、だからそれをひいきとエコひいきと取るかどうかだよね。だってそこにはさ、無償ではないものがいろんな大人の事情が絡まっていて、まあ、シンプルに言えばね、あのみんなに見てもらいたいわけだから、みんなが見てもらえる選択をするのが正解になるのかな。わかんないけどさ、もし本人が言ってるとしたらすげえなって思うんだけどね。だからそれだけこうね、あのすごい自信が、ね、自分に自信あるんだねみたいなね、麻雀プロとして。でもその商品価値っていうのは本人ではなくて、周りの人たちが作るというか決める、ね、周りが決めることだよね、周りの評価だもんね。自分が望む理想の形になるっていうのはなかなか難しいことだから、その努力しようねって思います。そうですね、だからまあエコひいきに関しては本人がそう感じたらそう思ってしまうかもしれないけど、それは本当にエコひいきなのかなっていう、その客観的な事実をこう、はい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 、見つめるっていうのが大事な作業かなとは。じゃ仮にエコひいきがあったとして、うん、エコひいきはダメなんですか。だってみんなしてるでしょ、ひいきって、うん、だってほら好きなチョコレートとかあるでしょ、もうキノコ、キノコ派なのかタケノコ派なのか、それだってね、うん、そうだしね、なんか特定のブランドだったりとか、うん、メーカーっていうのを愛用してる人はさ、うん、世の中いくらでもいるわけで、それってだってひいきやんみたいな話だし、まあ、どうしてもやっぱりそのなんだろうな、第一印象から得られる好感度っていうのは存在するわけで、でもその第一印象以外からでもあの得られる好感度っていうのはあるわけで、やっぱ好感度が高くないとやっぱその社会において存在し続けるっていうのはなかなか難しいことであるので、でもあれだ、エコひいきされる人間になればいいってこと。難しい話ですね。まあだからその商品価値を高めるっていうのは、まあそういう言葉に該当するかもしれないね。乱暴に言ってしまえばそういうことってことだよね。うん、まあだから選ばれる人間になる。違う、エコひいきは、うん、いいんですかっていう話。いいかどうかはあの分からない。連盟の、麻雀番組に関してはエコひいきと呼ばれるものはないと思いますよ。だってほら我々は作ってないから分かんないじゃん。分からないけど、仮にひいきがあったとしてもひいきは悪いことじゃないですよっていうふうにたくさんは思う、うん、悪いこととかだから、その悪とか善とかっていう定義が成立するのかどうかっていうことだよね。まあ、そもそもね、うんうん、悪いことなのかって言われたら別に悪いことじゃないと思うし、だってそれぞれ推しいるでしょっていう、なぜあなたはその子を推してるのって理由があるのかっていう、それひいきじゃんね。だからそうね、だってひいきされる人間がいるんだからしょうがなくないって思う。だからそのひいきが妥当か否かっていう話でしょ。需要と供給が合ってるか合ってないかみたいな話なんじゃないの。たくさんはエコひいきするよ。焦点だって人間だもん。焦点を広げすぎると良くないから、ひいきはいいけどエコひいきはダメよとかっていう話？そうだね。それでいいか。うんうん、いいかな。いい？うん、投げてない？大丈夫？いや、いいと思う。いい？うん、でもあきさんはエコひいきするよ。うんうん、だってしょうがない。さんもしてるし。だからそのひいきされた人は周りに。
エコひいきだって思われないように努力し続けることも大事って感じ。そうだね。説得力、説得力ですかね。ひいきされるに値する人間だっていう説得力を周りに持たせられるかどうかってこと。でもそれって難しいよね。そうだから、ひいきは存在するし、ひいきは否定しきれないし、ただそれぞれ麻雀プロはみんな商品価値を高めていこうね。じゃあもうそれで、もうだって収集つかん。結論、結論、ひいきは存在します。ひいきはあります。すごい。でもまあ別にあるしな、趣味思考が存在するからね。以上ね。あとね、番組だってほら商品だし。ということで、この問題が着地したかしてないかはわからないけれども、全て個人の見解です、今回の話は。そして私はエコひいきします。はい、言えることはみんな頑張れ。